はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日のファナムチャンネルは朝鮮王朝第22代王のチョンジョについてお話を進めていきたいと思います。チョンジョは皆さんももうイーサンというドラマでよくご存知だと思います。今日は史実をもとにしてお話を進めていきたいと思います。チョンジョは生没が1752年から1800年、そして在位が1776年から1800年というこの期間です。この期間は世界的にも産業革命、そしてアメリカの独立宣言など世界的な大きな変化の中でのこのチョンジョの在位というふうに考えていただきたいと思います。そして日本においてもですね、さまざまな学問、古学や国学、そして蘭学などのですね、そういった学問が花開き、そして神学など庶民的な町人の学問が広まった、そんな時代であるというふうに見ていいと思います。で、今日のですねテーマは、あなたは敵を許すことができるかという内容をまずですね押さえておきながら、そしてこの講義を進めていきたいと思います。ファナムチャンネルではこのように韓国や朝鮮の歴史や文化についての解説、それからさまざまなですね書籍などを利用した勉強会、そして日韓のオンラインの交流会などをお送りしています。それから現地の歴史的な史跡などもですね配信しておりますので、これからもよろしくお願いします。今日はですね解説となりますけども、最後までお付き合いをしていただきたいと思います。はい、それではですね、このチョンジョの即位から始めてみたいと思うんですけども、即位の前にですね、前回の、その動画にもありましたけども、四女、四女がこのチョンジョの、祖父である、おじいさんであるわけですね。で、四女がこの息子である、こちらのチャンホンセジャですね。チャンホンセジャ、後に佐渡セジャと呼ばれていきますけども、この佐渡セジャを小身筆で中に入れてですね、8日目に行って死んでしまうんですけども、そういったこの背景の中で、チョンジョが王の後継ぎとして任命されていくということですね。本来はですね、こういった、なんていうんですかね、罪を犯した、罪を犯してはないんですけども、罪を犯した親のもとで子供がですね、王になるということはなかなかその反対が多かったというんですね。それでもなんとか王の後継ぎになった1759年ですね、8歳の時に四女がですね直接任命したとも言われていますから、そういったところからその正当性がそこから生まれてくるんですけども、1776年に実際チョンジョですね、もうイーさんが、イーさんという名前ですけど、チョンジョですね、チョンジョと呼びます。チョンジョが25歳の時に即位していきます。そういったところからするとですね、この佐渡セジャがもう亡くなってはいるんですけども、この佐渡セジャを中心としてですね、この後々ですね、この問題がですね、起こっていくと、その捉え方ですね。はい、この佐渡セジャが亡くなった経緯としてはですね、老論派ですね。で、この老論派の中にですね、このチョンスン王妃ですね、四女の正室のチョンスン王妃のその父、お父さんがいたというんですね。そういったところから、チョンスンはですね、なんとかこの佐渡セジャをですね、亡くしたいというふうに考えていたというんですね。そういった契機もあってですね、チョンジョが王様になった後に、このやはり老論派に対しては、自分のやっぱりそのお父さんを殺したくも、この張本人というんですね、敵というふうに考えられますから、そこで粛清が行われていくんですけども、なんとチョンジョがですね、即位した時に話した内容がこちらですね、私は要は佐渡セジャの息子であるというようなところを宣言したというんですね。これはいろんな解釈があるというんですけども、これによって今まで
この佐渡セジャを追い詰めていった、そして島で追い詰めていった、そういったその勢力に対してですね、粛清が行われるという宣言だったということもありますけども、実際にはですね、これはですね、自分がお父さんを親孝行していくと、その親孝行するために私は今ここについているんだというような宣言だったとも言われています。佐渡セジャの奥さんにはですね、平原郡本氏という方がいましたけども、これは前回の動画にもお話ししましたけども、半春録というですね、この当時の内容を細かにですね、記した日記があります。それが残っているということですね。そして次ですね、ヒョンイワ王妃というですね、このチョンジョのですね、チョンジョの正室としてですね、セソンビというですね、セソンビンですね、ちょっと見えないんですけども、ヒョンイ王妃がこちらのチョンジョの正室となっていくわけですね。しかしながらですね、このヒョンイ王妃にはですね、なかなかその子供が生まれなかったというふうなことも言われていますし、この佐渡セジャが亡くなった時にはですね、平原郡本氏についてですね、実家に帰って、そして平原郡本氏をこうですかね、精神的にですね、このそばにいてあげたというぐらいにですね、とてもこの性格がですね、とても親孝行していくという、そういった性質もあってですね、聖女とも言われている、そういう人です。そしてドラマにですね、出てきたこのソンヨンですね、ソンヨンが実際にはウィビンソン氏という名前で記録に残っている人がこのモデルになったと言われているんですけども、ウィビンソン氏がチョンジョに愛されて、そしてこの側室として入っていくんですけども、実際にはこのウィビンソン氏がですね、やっぱりヒョニー王妃がいますので、そこからですね、自分がこのとてもこの遠慮してですね、そしてなかなかその子供を産まなかったということも言われています。実際にはですね、子供を産んだんですけども、5歳でですね、亡くなっているというような史実、背景ですねがあります。ここでですね、こういったこの関係の中からですね、チョンジョがどのようなこの在位の期間政治を行っていくかというところが注目すべきなんですけども、ここでですね、こういったこの老論派に対する警戒ですよね、いつも自分に対してこのやはり命を奪ってくるんではないかというような危険があったというんですね。ですからチョンジョはですね、いつも服を普段のですね服を着て、そして夜はですね眠ったというふうなところで、とても警戒をして、幼少時、それから即位した後もですね、過ごしたとも言われています。そんな中でですね、こういったこの派閥争いをなんとかなくさないといけないというようなところで、四女の時から続いていたそういった東平策、タンピョンチェですね、東平策を継承していくというような方向に向かっていくんですね。そしてその東平策を行いながら、もっとですね深めてですね、いったところがですね、この一人のですね、信頼できるそういった人物に全権を任せることによって、いかにその派閥争いをなくして、そして王権を集中させるというような方向を取りました。その人物がですね、ホングヨンというですね、こちらの人物です。でホングヨンに全権を任せると、どのぐらい任せたかというと、もうほとんどですね、政策の立案とか実行、そして軍部の統帥権までですね、任されたという、かなりの権力をですね、持つことができたというぐらいなんですね。そういったところから、闘争や労論派へのですね、牽制を行ったんですけども、このホングキョンがですね、自分のこの妹ですね、この妹を側室に送ろうというところで、ウォンビン本氏ですね、ウォンビン本氏をこの側室に送っていくわけですね。で、なんとか早く子供を産めというようなところで、プレッシャーをかけていったわけですよね。ですからそういったところから、自分が外戚になれるというようなところもあってですね、
このボンビホン氏を側室に送っていくんですけども、まあ、実際にはですね、このボンビホン氏がですね、まあ、死んでしまうんですね。で、この死んでしまった原因として、先ほどのその性質のヒョニ王妃が、ヒョニワンフがですね、まあ、毒殺したんだというような主張もしていくわけですね。まあ、そういったところから、結局は、この、まあ、地方にですね、流されてはいくんですけども、まあ、こういったところからですね、まあ、本来ならば外籍などのですね、そういったものを排除して、そして党閉鎖を通して政治をですね、まあ、行っていこうというところだったんですけども、この、まあ、本国四ですね、を中心としたところから外籍が入っていくというようなところから、なんとですね、19世紀に初めにはですね、この青銅政治というのが、まあ、始まってしまうんですね。この青銅政治、本来はですね、こういったこの感じのところですね、世の中の道を、まあ、治めるというようなところで、そういったものを排除してですね、本来ならば、こういった世の中をですね、新しい道に、まあ、導くというような意味があったんですけども、まあ、こういったですね、特定の人物を任命し、王権強化をしていこうと言ったところだったんですけども、逆にですね、外籍が入ってくるというような、まあ、青銅政治が、この、まあ、19世紀にですね、まあ、60年間、まあ、続く羽目になってしまったというところなんですね。先ほどのその党派の内容にまた始まりますけども、今回はですね、この労論派ですね、主流であった労論派がですね、まあ、2つに分かれていくわけですね。この労論派がですね、まあ、このピョッパとですね、ピョッパという労論派とですね、それからシパという労論派ですね、まあ、労論派というか、これは南人派と小論派と一部の労論派なんですけども、で、これはどうしてですね、こういったことで、まあ、派閥争いになったかというと、先ほど私が最初にお話しした、このサドセジャーを中心とした解釈なんですね。サドセジャーがこういったこの悪行を行ったと、まあ、罪人であるというような解釈から、そこからですね、王様というのは選ばれないんだというような主張をしたのがこちらのピョッパなんですね。で、このピョッパの中にはですね、先ほどのこの四女のですね、その奥さんであったチョンスンワンクですね、チョンスン王妃の、まあ、父親がいたりとかですね、まあ、親戚がいる、そういったまあ、後押しがあるわけです。あったその派閥なんですね。で、シパというのはどちらかというと、この、まあ、チョンジョを支持していくというようなところで、まあ、チョンジョの正当性というんですかね、王としての正当性を主張しながら、そしてなんとですね、この、サドセジャですね、このチョンジョのお父さん、サドセジャが亡くなった原因というんですかね、その亡くなったのは、これは労働派の、まあ、仕業だというようなところを主張していくわけですね。で、このシパのですね、後押しになっているのがですね、チョンジョのお母さんであったヘギョン君本氏のその親戚がいたというんですね。ですから、まあ、そういった背景の中でですね、なんと、このサドセジャーですね、もう亡くなっていますけども、このサドセジャーを中心として、ずっとこれが引き続いて、そして派閥争いまでなってしまったというところなんですね。このチョンジョはですね、そういったその派閥争い、まあ、そして労働派を形成するために何を行ったのか、まあ、それだけではないんですけども、まあ、彼はですね、とてもその書籍をたくさん読んで、そしてまあ学問に集中していったっていうんですね、まあ、とてもその学問を行うために、そしてこの研究をしていく、そういうタイプだったというんですけども、まあ、それだけではないんですね。彼は文武両道というですね、とてもその武道においてもですね、力を入れたっていうんですね、弓をこのいるときにですね、百発百中なんですけども、一発はですね、わざと外したんだというぐらいにですね、まあ、そういった逸話もあるんですけども、まあ、そういったところから、この学問と同時に、まあ、武道もですね、
研究していくというようなところなんですけども、1776年の4月にキュジョン学というですね、この図書館、まあ、図書館っていうんですかね、まあ、書物をですね、この集めて、そしてそこで研究をする、そういった研究所を設けたんですね。でこれは何のためにしたかというと、この政治をですね、まあ、文化政治にしようと、文化をもとにした根拠のあるですね、政治をしようということで、まあ、彼はですね、どっちかというと、その今までの朱子学というよりはですね、新しいこの実学、実際にこの役立つですね、生活とかですね、農民や、そして商人に役立つそういった学問を、まあ、収めていきましょうという方向に向かわせたんですね。そして、党派の関係のない人材を育成するためにですね、まあ、党派が、派閥があったとしても、その中で勉強するときにはですね、まあ、お互い仲良くですね、この仲良くっていうんですかね、まあ、討論を重ねながら、国のために、そして学問の発展のために、まあ、勉強しましょうというところが、この九条学の意味だったんですね。そして、実学がですね、観光で知略と言いますけれども、実学がどん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 この発展していく中で、この聖古学派とかですね、この北学派ですね、どちらかというと、この、まあ、真にですね、真に、まあ、学んでいこうというようなところですね。まあ、こういったところからですね、リュウ・ヒョン・ウォンというですね、人物が現れたりとか、イークとかですね、そして、チョン・ヤギョンですね。まあ、こういった人物が現れます。まあ、これに関してはですね、次回、まあ、今後ですね、この時代のですね、まあ、こういったこの実学を中心とした内容も別にですね、まあ、配信していきたいと思います。まあ、簡単に説明すると、リュウ・ヒョン・ウォンはですね、まあ、土地制度やヌヒ制度というものを、まあ正しく改良しながらですね、何よりも農業を中心、そして農民の生活が安定することにおいて、まあ、この国が安定するというようなことを主張した人物ですね。それからイークはですね、マテオ・リッチはですね、それからディアスとかアレーニというですね、まあ、中国に入って、そしてこの漢文でですね、このキリスト教や、そして実学をまあ表したそういった書物をですね、抜群をつけながら、そして解釈をしていった人物なんですね。でチョン・ヤギョンというのはとても、まあ、この時代に、まあ、重要な人物としてよく言われますけども、まあ、ファソンというですね、チョン女がこの都を移した時に、この都市のモデルですね、モデルやそして城のモデルをですね、まあ、このなんていうんですかね、まあ、設計図みたいなものをですね、渡したり、そういったまあ、本当にこのさまざまなですね、能力のあるそういった人物で、日本校というものを表して日本の古学をですね、とても評価した人物であります。まあ、これに関してもですね、ちょっと今回はですね、深入りせずに、また次回にその内容に準備したいと思います。そして、チャン・ヨンヨンというですね、チャン・ヨンギョンですね、の新説ですね。そういう英というですね、これは何かというと、まあ、このチョンジョのですね、親衛隊を作ってですね、そして、まあ、この軍隊よりもですね、強くしたと言われるんですね。それが ソウルに内衛を置いてですね、まあ、スウォンというですね、第二の都市にですね、また外衛として2万名も置いたっていうんですね。まあ、それぐらいですね、この自分のこの、まあ、この、周りを固めてですね、そして守っていったというところですね。そして彼はですね、こういった学問だけではなくて武芸ですね、こういったものにもとても力を入れてですね、そして書籍を、まあ、このですかね、編纂したりとかですね、したと言われています。そして、ここですね、この66回というですね、内容ですね、これは何だと思うでしょうか。この数ですね。でこの数はですね、なんと66回ですね、この行列を成したというんですね、行列。この、まあ、チョンジョと言えばですね、たくさんの何千人の人をですね、この行列をして、そして、この国をですね、まあ、民と一緒に民のもとにですね、入って、そして、この、
幕の行列を見せたというようなパフォーマンスですね。こういったところをしたということで有名ですね。特にこのスウォンというところに行くのに12回ですね、こういったヌン編というですね、ヌンというのはこのお墓という意味なんですけども、ヌン編を行って、そして民が直接それを見ますから、民といかにこう一般市民とですね、疎通する、そういった時間を設けたというんですね。これがその当時の絵なんですけども、このハンガンを渡る時にもですね、この船をたくさん用意してですね、そして馬もやっぱり移動しなければいけませんから、馬とですね、人員をですね、用意して、そして移動したということなんですね。ですからこういうことを考えるとですね、前回の動画のその四女も似てますよね。四女、おじいさんの果たした、投兵策もそうですけども、内容を自分が引き継いでいるというようなところをすごく伺えるんですね。ヒョンリョンウォンというですね、これは佐藤聖者のお墓なんですけども、これを1789年にヤンジュというですね、ソウルのちょっと北にあるんですけども、そこから、スウォンですね、25キロぐらいある南の方にですね、移すというところですね。私もスウォンにいたことがありますけども、こういったこのスウォン、世界文化遺産に指定されていますけども、そこに彼はそのお父さんの墓をですね、移すと。移すために、12回もですね、この行列をなして、そして、お墓周りに行ったというんですね。たくさんの人ですね、6000人とも言われていますね。そして馬が1400動員されていくんですね。ですからもう人たちはもうびっくりするわけですよね。たくさんの人がこの行列をなしていくと。そういう中で彼は何をしたかというと、ギョクチェンというのは何かというと、これはですね、ドラを鳴らす、鐘みたいなカン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 とですね、鳴らすことによって、チョンジョはこう振り向きますよね。そうすると、彼に何が今求められているのかということをこの聞くというんですね。だから自分がこの不満に思っていることを、国で今ですね、生活で不満に思っていることを、この鐘をダーン鳴らすことによって、王様に気づいてもらってですね、そして王様に報告すると、民が、一般の人がですね、そういったことを行ったというんですね。で、こういったこの報告する前にですね、必ずこれは分からないんですけども、お尻を叩かれるっていうんですけども、そのお尻を叩かれてでもですね、自分の不満っていうんですかね、今持っていること、この大変な生活のことをですね、王様に直接この報告することができたということを、その時間を設けたっていうんですね。どれだけですね、彼は民のことを思ったのか、あるその家臣がですね、そういうことまでしなくていいんじゃないかと言ったんですけども、彼は何と言ったかというと、民はですね、遠くのその王様を見るその思いはですね、小さい子供が親を見るそういった眼差しと同じなんだと。だから自分は王様であるけども、親と同じ心でですね、親身になって、その民のね、つぶやくその思いをですね、聞かなければいけないというようなことを言ったというんですね。そして、首都をですね、スウォンというですね、これスウォンと言いますけども、移す計画があったというんですね。で、彼はこういったこの城をですね、ファソンという城を設けてですね、その中に、変軍ですね、宮殿を設けたというんですね。ここで、この、ヘギョン本師ですね、ヘギョン軍本師の、誕生日の祝いをですね、行ったりとかですね、したというんですね。そういったところから彼はよくその親孝行の、王様だったとも言われてはいますね。城郭の 6キロですね、城郭を設けた。これちょっと絵なんですけども、こういった門をですね、4つですかね、つなげながらですね、計画都市を、作ったというところですね。そういったところからすると、都市づくりというものにも関心を持ってですね、行ったというところから、実学というものをとても重んじたと言われています。1791年にですね、この、親友峡谷というのが起こります。これは何かというと、ある人物がですね、この位牌を燃やして、自分のお母さんのその葬式ですね、そしてカトリック式に葬儀したというんですね。この当時、どんどんこのカトリックですね、南人派を中心として、カトリックの教義がですね、入っていって、そして信者も増えていったというんですね。
まあ、そういう中で、まあ、これは大変なことになったということで、この、まあ、弾圧ですね、キリスト教の信者への弾圧が起こり始めたんですね。まあ、そういう中でですね、1800年にですね、まあ、チョンジョが48歳でですね、まあ、急死したと。まあ、これはですね、一番有力なのは過労死だと。まあ、たくさんもういろんなことをしますよね。もう本当にこの先ほどの変茶とか、その行列のパフォーマンスとかですね、それからまあ学問だったりとか、いろんなそのまあことをしますから、まあ、そういう意味では過労死したとも言われているんですけども、あるところによればですね、まあ、毒殺だったというふうなこともまあ言われています。その後ですね、スンジョというですね、チュンジョという彼の息子さんが後を継いでいくんですけども、チョンスンワンですね、先ほどヨンジョの、まあ、性質ですね、このチョンジョのおじいさんの奥さんですね、まあ老論派ですね、老論派のバックにあるそういったこの王妃が摂政として立っていくわけですね。まあ、そういう中で南人派が排除をされていくと、その南人派にですね、たくさんのそのキリスト教の信者が今いたとも言われているわけですね。まあ、そういったところから、先ほど私が話した瀬戸政治ですね、外戚による政治がですね、ここから60年間ですね、アンドン・キム氏を中心として始まっていくというような流れになります。ですから結局はですね、チョンジョがですね、理想とした、そういったもうその世界、政治的なこの派閥争いとかですね、そして外戚によるですね、そういったものを排除する、そういった理想がですね、なかなか叶わなかったと。そして首都をですね、移転するということも叶わなかったと。いうところからですね、とても48歳という若い年でですね、亡くなったことに対してはですね、惜しまれているというところもあります。もし彼が長生きしてですね、ずっとこの政治を行っていればですね、もっともっとその変わって実学もですね、発展したりとかですね、そういったこの西洋のですね、この学問がですね、入ってくるその余地があったとも言われています。今日はですね、こういったこのチョンジョを中心として、ヨンジョ、それからチョンスン王妃に対するその思いですね、まあ、こういったことから考えると、サドセジャですね、自分のお父さんが殺されたにもかかわらずですね、まあ、ヨンジョの行ってきた討兵策とかですね、それから変茶という先ほどの行列ですね、民に近づいていく、これほとんどですね、ヨンジョが行ってきた内容ととても似てるんですね。ですから彼はですね、本当にこのヨンジョを恨んだというよりは、本当にヨンジョを思いながらですね、おじいさんのことを思いながら、そして自分の政治を行っていたとも言われていますし、それから先ほどのチョンスン王妃ですね、チョンスン王妃によってですね、このお父さんが殺されたとも言っても過言ではないんですけども、チョンスン王妃をですね、まあ、この宮殿から追い出すとかですね、しなかったと。そして自分の祖父でありますから、血はつながっていないけども祖父でありますから、それに対して本当に許していこうという、まあ、そういった心があったんではないかというふうに考えられます。自分のお父さんを殺したそういった張本人をですね、どこまでも抱え入れてですね、そして許していく、まあ、そういった世界がチョンジョにはあったんではないかというふうに考えられます。今日はですね、第22代の王様のチョンジョについてお話をいたしました。少し長い内容でしたけれども、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今後ともこういった内容を解説したり、それから現地の内容を配信していきたいと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。